テンプ様チャンネル始まりました。うテンプ様の東山です。どうしようきです。本日は高橋貢選手の記録で打線組んでみた。ほう。はい。まあ、高橋貢選手といえば、数々の記録をね、はい、持ってますよ。まあそうね。もうすごい記録、もうこれ破られない。最多優勝とか。破られないんじゃないかみたいな記録あるんで、ね、それも打線、野球の打線にちょっと落とし込んで、はい、やってみるという。なるほど。まあ、5チャンネルとかね、よくあるじゃん。打線組んでみたら、うん。そんな感じです。はい。まあ、打線組んでみた系、前、そうね、一応ね、なんかでやってる。なんかでやってますから。はい。はい、今回はその、まあもう打線組んだの。もうちょっと考えたんで、それを発表する感じにします。はい、まあ、独断と偏見ですけど。はい。はい。じゃあちょっとやっていきましょう。はい。まず1番。1番。1番。通算1658勝。えぐ1658勝1658勝まあこれ超攻撃的一番なんですけど、ね、あ確かに1658勝は、これも結構ねしばらくというか10年は破られないんじゃないかなってぐらいの、昔のジャイアンツの高橋由伸的な、ああそう、まあ今の一番大谷だよな、あまあね、そうなるけど、まあ、まあでも昔のジャイアンツで例えるとまあそうね、うん、そうね、ホームランも打てるし、うん、まあヒットも全然打てるし走れるしみたいな、うん、これで1658勝はねなかなか破られないよ、これよしのぶ、もうよしのぶ、じゃあよしのぶ、よしのぶ、三菅選手の記録ってあれだよな、長年積み重ねてったのが多いよね、確かにね、うん、その長年その第一線で活躍しないと取れない企画、あの、うん、記録がいっぱいあるんでね、まあ1番が1658勝で、はい、しばらくは不動の1番ですね、これ、なるほど、はい、ということで2番、はい2番、2番、伊勢崎所属1位、38期連続38回の記録。なるほど。えぐいよ、これも。伊勢崎1位連続38回。伊勢崎1位連続が38回。略せ、略せ。伊勢崎1位連続が38回。38回とかでいいよ。はい。これ、だから38回ってことは、19年か。まあ、2期だからね。そうか、19年連続1位取ってんだ、すごいな、これもやぶほぼ破られない、いやすごい、これはこれだって、まあ、ケイチョウ選手も、まあ、ケイチョウ選手とかね、ある青山選手があるかもしれないけど、こっからだ10年ぐらいさやんなきゃいけないしね、まあ、怪我とかもあるかも分かんないし、うん、えぐい選手まだ出てくる可能性もあるから、うん、まあちょっとそこはね続くかどうか、これもねなかなか破られないよ、すごい記録、記録パパパパパー、はい、パパパパパー、はい、2番もうすごいですね、うん、はい、続いて3番、3番生涯獲得賞金20億超え。パパパパパーパーパパパパパー、これもね、これも破られないんじゃない？なるほどね。だって、今賞金ちょっと下がってきてるじゃん。まあそうね。ドレス時代の。生涯20億。だから、三菅選手の時代はもっと稼げたわけだ。だから、20億超えってなかなかもう。なかなか無理か。まあ、そう。まあ、ね、年間1億やって、そうだね。まあそうか、あと10年ぐらい続けなきゃいけないのかな。ケースの選手。生涯20億生涯20億生涯20億はい。生涯20億3番。うん、これすごい打線になってます。うん、はい。でも4番。4番、通算 217V。わーわー !4 番えぐいよ。わーもう、4番松井です。いけー !217V! 打てよーホームラン。ホームラン50本出ます、この。パパパパパーパーパパー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 これ野球場見に行った人じゃないとわかんないから。それ、それずっと、その、ずっとそのテンションに行くのってなっちゃう。217V! もういいって。217V! 全部やんのか、それ。217V! これすごい記録だね。これもや、ほぼ、10年は破られないだろうね。だって今 100V で、青山選手でも 100V でしょ、うん。217行くとしたら、いやこれきついと思うよ、だって三菅選手もまだ重ねてるわけだから、うん、追いつかないでしょ、まあそうね、これもあもうアンタッチャブルだよね、これ結構きついと思うよ、金田の400勝みたいな可能性はあるぐらいの記録だよね、うん、これもね、うん、いや素晴らしい、はい、はい、5番、いやこれちょっと今見たけどなんか応援しにくいな、5番、うん、5番年間獲得賞金1億4812万4255円、いやでもパパパパパ、いやまあこれ外国人選手みたいなね、はい、年間1億4812万4255円、うるせえ、年間1億4812万4255円、年間1億4812万4255円、まあマルティネスかな、
あ、マルティネス、あー。マルティネスか清原みたいな。え、清原だね。清原かな。いや、じゃあそれ考えたら、じゃあ1番、清水じゃん。いや、もういいって。その時代合わせなくていいよ。2番、新岡でしょ。その時代に合わせなくていい。3番、高橋慶喜でしょ。いや、もういいって。4番、松井で5番、清原じゃん。まあでもこれもね、破られなそうだな。1億4000。まあそっか、1億超えでも珍しいぐらいでしょ今だって。まあそうね、1億でギリだからね。だよね。だこれ結構きついかもしれないな。これもなかなか破られない記録だろうな。まあ慶長選手がワンチャンね、ドラム選手あたりが1億は超えてもね、4800がきついだろうな、うん、はい、はい、続いて6番、はい、SG 優勝21回。パパ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 。まあこれもすごいけど、うん、いつか破られるかもしれないけどね、この辺、この辺はね。 SG21 回、言いやすく SG21 回、 SG21 回、言いやすくてよかった。これ、まあ、これ江藤だね。でもあれ、この辺は FA が続きますね、うん、じゃあ、はい、ということで7番、はい、7番、賞金王7回。えぐい、これも。うん、でそのうち6回が1億超え。いや、すごいわ。えぐいな。まあこれはまあワンチャンね。まあね、賞金王7回は、うん、まあ慶一郎は青山選手がこう2人でね。まあでもこの時はもうほら、もう三嗣選手がもうずっと1人でやってたから、うん、あ、そう、まあ今青山選手と慶一郎選手が2人でもうそのトリックをしちゃってるからね、うん、まあどうなるかを。ただ6回1億もすごいね。すごい。あ、パパ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 、賞金は7回、賞金は7回、賞金は7回、はい、ということで8番。え、7番だったでしょ、うん、この当時の7番は安倍晋之助なんだよ。まあそうか、その辺。あ、新岡じゃん。じゃあ8番が西なんだよ。巨人の話ばっかりやない。続いて8番、年間優勝数18回。ババ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 バ。これもだって98年に樹立してから破られてないから、はい、破られてない。まあ今年慶一郎選手がワンチャンね、いくかもしれない。18回、これもでもまああと7回6回ぐらいするのか慶一郎選手。まあどうかわからないけど、今調子はいいからね、うん、年間優勝18回、年間優勝18回、ゴロいいな。年間年間優勝18回、ちょっとゴロよかったね。はい、続いて最後9番。あ、8番西だ。8番西で9番ってことは、じゃあ上原だね。8番村田新一のイメージあるけど、まあこの当時はもうその安倍晋之助いるから、まあそういるか、うん、その、はい、今の男女でいくとね。続いて9番ピッチャーで、うん、上原、もう上原だ、上原記録、はい、上原、上原、グレードレースの通算が79回優勝。ババ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 バ、まあ、G1 がまあ21回、はい、G2 28回で史上最多。すげ、 G3 が2回だ、意外と、はい、G3 ってもうないからね。まあそうか、はい、ないか。 G228、 はい、いや、すごいね、すごいね。グレードレース79回、グレードレース79回、グレードレース、グレードレース79回。はい、ということで9番まで行きましたけど、はい、いや、すごいね。まあ他にもいろいろ記録あるんだけど、ね、あるけども、ちょっとこちらの方で選ばさせていただきますけど、まあまあ異論は認めません。もうこう見るとでももう破られない記録、まあそうね、あるな。うん、ミッチェル選手はマジのレジェンドだな。マジレジェ、マジレジェ、マジレジェ。いや、すごいよ、高橋ミツル選手、本当に素晴らしいと思います。はい、まあでもこのチーム何勝するかな、年間。まあこの当時のジャイアンツは、90勝という年間勝利数90勝を引き下げてやってきた西武打線を日本シリーズで4勝0敗という、もう圧倒的な強さでコッパみじんにしたあの打線だから。いや、すごい打線、これはもう抜けがない打線。あ、これジャイアンツ、あれジャイアンツに例えてみたみたいになっちゃう。あれ一番、え、千六、え、清水、いや清水読めねえよ。2番、え、待って、え、伊勢さ、あ、違う、え、よく見た、仁王かって書いてあんな、書いてねえよ。もういいわ。ということで今回はね、高橋光選手やりましたけども、はい、他の選手もね、記録持ってる選手で打線組んでみたらできますね。そうね、はい、まあそう、慶一郎選手とかもできるし、まあできそうだね。青山選手もまあできるかな。はい、はい、ちょっとまた打線組んでみたらやってみたいなと思います。はい、ということで本日の動画はこちらで終わりたいと思います。この動画が良かったらもう一度チャンネル登録、高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。